国道8号は山肌にへばりつくように、北陸自動車道は、海上高架橋で通過する。親淵の点検断崖、歌川広重小林清地か、親淵、浜、親淵は、新潟県に豊川市の西端に位置する崖が連なった地帯。正式には、親淵、小淵と言い,い、日本海の海岸の断崖絶壁に沿って、狭い砂浜があるだけで古くから交通の難所として、 知られる。飛騨山脈の日本海側の端にあたる。親淵駅がある歌の集落を中心に、西の市ぶり地区までが親淵、東の勝山地区までが小淵と呼ばれており、合わせて親淵市淵とも呼ばれる。市ぶりから勝山までは約1 5トルほどの距離である。日本海に面する断崖は飛騨山脈の北端が 日本海によって侵食されたために生まれたもので、崖の高さは300から400メートルほどある。かつて、越後国と越中国の間を往来する旅人は、この断崖の下にある海岸線に沿って進まねばならず、古くから北陸道最大の難所として知られてきた。波間を見計らって、狭い砂浜を駆け抜け、大波が来ると洞窟などに逃げ込んだが、 途中で波に飲まれるものも少なくなかったと言われる。地形的に軍事的な要衝にもなっていた。上級3年の上級の乱では、朝廷側が、親淵西側の一部りで防衛線を展開。越後側から進軍してきた、北条朝時を迎え撃ったが、1日のうちに撃破されている。江戸時代、参勤交代制度が始まると、加賀藩主が、親淵を往来した。 三勤交代時には、富山県側の新川郡から400の500人の並女、妊婦が集められ、人垣により、波頭を不正で通行した。明治時代、明治天皇の北陸、東海領土を巡行の際に危険な親淵ルートを迂回して、山道を通ることになったのをきっかけに1880年に、新潟県会で、振動開発の議決がなされ、1882年5月に、 着工、1883年12月になって、初めて断崖を削って北陸街道が作られ、その後1912年に北陸本線が開通している。国道については、その後1933年に小淵地区、1936年に小屋地区の道路改築が進められ、福音5.5メートルから6.5メートルが確保されることになった。 細かい指導門が完成した1958年に建設省北陸地区建設局により調査着手し、1963年に工事開始、1967年に全線が本格的な自動車道として完成した。その後も歌バイパスの整備やロックシェッドを主とする二次改築工事などが進められた。鉄道、国道の二路線は蒸気のようにいずれも、 防災対策から後にルート変更が行われており、この区間には放棄された急線、急道が散見される。1971年、国道8号点検トンネル東口付近から津賀海振動が開通し、標高0メートルから北アルプスの重層に挑める登山道の玄関口となった。1988年7月20日には北陸自動車道が開通した。 北陸自動車道は、用地の問題から、親淵 IC 付近を海上高架橋により、通過しており、難所におけるルート選定の苦労を忍ぶことができる。また、その一方で道路から、断崖絶壁と砂浜、岩礁、洞窟が織りなす、海岸美を堪能することもでき、継承地となっている。なお、2015年に開通した北陸新幹線は、 この区間の山側を青海トンネル、新新淵トンネルをはじめとするトンネルで通過している。親淵の名称の由来は、いくつの説がある。一説では、断崖と波が険しいため、親はこう、子は親を帰り見ることができないほどに険しい道である。ことから、この名が付いたとされている。また、以下のような伝承もある。ありがとうございます。